今日は何この蹴るかしに行ったんじゃないよね。ギャル男についてなんかインタビューということで、聞いたんだけど。はいどうもこんにちは。今日はですねギャル男さんに来てもらいました。というのも数年前からギャル男撲滅キャンペーンと、いうことをやってまして、ギャル男さんとね喋ることはあまりないので今日もギャル男さんを呼んで、ギャル男さんに言い分というかレッドスパイダーに言いたいこともあると思いますので、聞いていきたいと思います。ちょっと顔の方は今回ちょっとモザイクという形なんですけども、いろいろちょっと話を聞かせてもらいたいと思います。お願いします。はイエーイ、皆さんよろしく。ギャルの大成です。えあ、大成です。なんて大成。え大成って言います。大成なんかむちゃくちゃ髪型とかもやっぱキモいっすね。キモくはないでしょ。いやなんすかそれ、鶏みたいな髪型。木の美容室行ったところですよ。いやいや鶏やん知ってますか、レッドスパイダーがギャル撲滅キャンペーンっていうのを。知ってますよ。なんかあります？言い分。言い分でも、いや別にギャル男は撲滅はしないですからね。どういうこと？ジュニア君がやってるのは知ってますよ。でもギャル男は撲滅は絶対しないですからね、これから先も。いやもうでもだいぶ減ったでしょ。それは波がまた来るんじゃないですかね、これから。なんかもう雰囲気もほんまにギャル男ですか？もう15年俺はしてもらってますね、この格好。そうだね。自分でちょっとなんかあれ俺ちょっとおかしくないとか。全然逆にそちらの方がおかしいんだなぁとは思ってますけどね。何がですか？こうしたらいつもかぶってるじゃないですか。こんなダメなんですか？じゃあいいでしょこっちも。いや帽子はもうみんな野球の人もかぶるし、なんかねいいじゃないですか。いやそれ髪の毛も染めるしもっと立たせるでしょ、一緒でしょ。いや鶏やん。人間だよ。いや鶏やん。人間だって。いやどう見ても鶏ですよ。今日は何この蹴るかしに行ったんじゃないよね。何が？ギャル男についてなんかインタビューっていうことで聞いたんだけど。ギャル男って自覚はしてるんですか？もちろんですよ。ギャル男以外誰が？ギャル男ですね、一般的に。親とかは何も言わないですか？親はもういねえ。もういねえ。あ、亡くなったんですか？いや、もう物心ついてたらいねえ。あ、それはすいません。いや、全然いいですよ。で、なんかね、やっぱ、俺は気になるのは、やっぱり、髪の毛が鶏みたいで。そればっかり言うよね。羨ましいの逆に。いや全然羨ましくない。やってみる一回。多分ジュニア君似合うと思うよ。一回やってみる。あ、いいじゃん企画で、ズンズンちゃん企画で。ミスんだよ。バカにしてんのか。手出すのはダメだろ。手はダメだろ。足やったらええんか。ちゅうことやるんや。足やったらええんか。サイコパスとは聞いてたけど、ここまでサイコパスなのかよ。でもさっきからな、指輪してるやんいっぱい。なんかこんなジャラジャラな。いやなんかお前腕パンパンやんけ。ちょっと最近太ったからね。いやデブのギャル男とかきついやろ。最近は痩せろや。なんでそんな下前にしゃべるの？リスペクトもないの？痩せろや。体質なんだろ多分。何のやねん。親に会ったことないけど、多分どっちかの親が太る体質だったんだろう。知らんわ。ギャルはもっとシュッとしとけや。だからギャル男の土俵でもいろんなギャル男がいるの。もう大きい声出さないでくれる？喧嘩しに来たんじゃないでしょ。いいの？手出していいの？手出していいの？ダメでしょ。もうなんやねん。こっちが言いたいよ。何言ってどうすんのこの、もうどうすんのこの後。いや全然こっちは笑いねえんだけど。じゃだからいい分を言えよ。だからギャルを撲滅キャンペーンとか言ってるけども、実際ギャルを撲滅できてない。撲滅したら終わったよこれ。おい、なんやねんこれ。返してよ。返してください。カツラや。返してください。今のカットしてくださいよ。最近。お前。話と違うんだけど。なんの？手は出さない、暴言は吐かないって言わ約束だったんじゃないの？手は出すわ、暴言は吐くわ。何を言うてんの？もう同じ話何回もやらさないでくれる？いや、わかるよ、ジュニア君も、その、ジュニア君のスタイルで、ね、お仕事してるのはわかるけど、そこはもう一旦、近づくの。一旦お隣だろ。離れろ。いや、僕はこのままにいる。やらない約束だろ。やらない約束だろ、そういうの。なんやねん、これ。やらない約束だろ。おい、お前カツラやんけ。お前偽ギャル王やろ。おらいや偽ギャル王やんけ。もう全部カットしてよここ。おいほんまお前もう偽ギャル王か。一番立ち悪いやないか。イライラする。偽ギャル王やんけ。ギャル王にもいろんなギャル王がいるの。何やお前偽デブギャル王か。そういうの2つ備わってるの偽デブギャル王。もう何しに来てんお前。あのね指をお前指はお前かわいそうなことなってるやん。僕のことはねいくら言ってもいいけどね、ギャル王自体をねそうやってねけなすのやめてくれる？お前のせいやろ。なんで僕のせいなの？ちょっとごめんなさい。人に謝れお前が。なんで僕がジュニア君が謝るべきでしょ。いや俺はええよ。お前謝れよお前ギャル王に。そんな偽ギャル王お前みたいなのがおるからギャル王がお前バカにされんねん。いやいやそうまたや。もういいわ。俺やってられねえわこんな企画。帰れ。アーチさんドライなってるのこれ。話と違うよ。はいということでまあ今日ねギャル男との対決というかね対談の予定だったんですけど。ちょっと待って何締めようとしてるの？何締めようとしてるの？こっからでしょ。まだ解決してないでしょ話が。なんやねん。このままじゃ僕帰れないからね。言っとくけど。どうすんのこんだけギャルをね、今までずーっとけなしてきたわけじゃない。ジュニア君は。これをね、いや、ここでもう一旦、もう話終わらそうよ。もういいじゃん、ギャルをいじめは。いじめてないよ。いじめだよ、あっこまで行ったら。これを言うてるアーチさーんさあはいということでね、今日はもうギャル男とね対談の予定だったんですけども、ちょっとなんかあんまり体調不良ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。何が体調不良だって？バッチリなんだけど体調は。もうええ加減にしてくれる？そういうギャル男に対して。